私 MC ジャイアントキムコ、プリズンサークル巡り巡りて戻される、また誰かの元に、何が何でもダメだなんて、制度や生活のせいにしても始まらない。始まりがダメでもダメでも、始まりが恥でも、諦めたら恥恥恥で終わる。こうしてああしてああしてこうして、またどこかで誰かと出会うまで、まだまだまだ少し猶予はある、猶予猶予、何度でも猶予。諦めたら諦めたら、また始めから始めよう。プリズンプリズン、プリセスにプリンセスに、ズンズン当たって砕けて、それでも死なずに。プリズンプリズン、サークル入れず、大学入れず、パーティーなんか知らなくても、サークルにサークルに入れてあげるよ。花一問目、もう誰も弾かれない。サークルサークルサークル、サクラクルサクラ、サクサイクル、ペダル踏んでこんにちは、おやすみ、おかえり、また明日。イエーイ、面白い、素晴らしい、面白かった。オラッチ深川生まれの72歳、 MC ネームはへそ曲がりんこ。子供の頃からへそ曲がりだけどさ、いくらチビでもわけなく反抗してるんじゃねっての。親とかさ、先生とかさ、子供のオラッチよりはるかに力があって、年上の大人がいたら正しいことがオラッチにとって魔石に合ってないってこと気づいてたんだよね。力のない子供がさ、力を持つ大人にまっとうに戦ったって勝てるわけないよね。反抗してたんだ。そんなくせ大人になったらもっと強くなっちゃって、誰にも振り向いてもらえない人、助けてっても言えない人、声を上げられない人も同じ気持ちでいるってなんか分かって、そんな人と近づいちゃった。オラッチはさ、胸はないけど度胸はあるから、あるよ、私より弱い女性と取っ組んで生きてきた。結構見苦しい、息苦しい社会と戦ってきた。プリズンサークルのに出てくるのは男性だけど、私のそばにいる女性たちもプリズンのマサトやタクヤと同じ。ちょっと間違っちゃったらプリズン行きよ。へそ曲がりんこの72歳、大好きだよ。こんな優しい女性たちといる72歳のへそ曲がりんこ好きだよ。イエーイ、イエーイ。I'm MC Breast Cancer。 2018年のクリスマスに
告知されて2019年に2回手術した。家族は知らない、伝えていない、言いたくない。小さい頃引っ越しばかりで友達ができなかった。うまく人とつながるなんてできなかった。寂しかった。そのまま大人になってしまった。社会人としてなんとかごまかしながらやってきた。でも無理だった。10年くらい前、うつ病、無職、生活保護、何かが弾け飛んでしまった。限界だった。買い物しまくった。カードの限度額超えた。買い物依存症になっていた。一生治らない病気だ。一生かけて回復し続けていくしかない。スクリーンの中の彼らのような壮絶な人生ではないけれど、彼らの寂しさは痛いほどわかる。私はたまたま服役していないだけだ。たまたま爆発のベクトルが違っただけだ。私が今一人で戦っていること、これから先も家族は知らない。でも大丈夫。こんな私でもやっと人とつながり始めているから、仲間と一緒に生き延びていく。イエーイ。俺は MC チキン、自信過剰、見えパリ、人の目、世間の目で生きている。大きく見せたい、自信がない、チャレンジしたくもない、怖くて思い込み、過酷く見せたい、すぐ緊張する、心臓ドキドキ、指名されてもいないのに、思い込みで緊張ドキドキ、では恥ずかしがり屋だと思っても言えない。それが MC チキン。俺は MC チキン。イエーイ。できた。それも他人の力で、救い場なんだっていい、割と取れないよ、成績表のいい、いつまでも救いが続けばいいのに、死ねば後の祭り、全くせっかく骨格作る MC ネーム適当につけちまっただよ。でも僕は一期一会を忘れてたっぽい。今しかできないことばかりなら、何でもできることならやっていいじゃないか。
映画の彼も言ってた。構成の機会があるならやってみようかなって。他人任せで悪くなるなら良くもなる。そしていつか自分も人を救えるようなやつに刺して。別に時間もないんじゃないしね。弁護士の父ちゃんぎっくり腰になってカピばっかり食ってる。これじゃ父ちゃんの皮かぶれないよ。かぶったことないけど何回も言うけどさ、他人のイメージはかぶりたくはないよ。自分を生きるんだ、欠陥あっても。イエーイ、私は MC 空戦。ドラマでアホな私はいつもはぶられ、いつも一人。子供の頃はランドセルかもので、切られ傷だらけ。夕方おじさんに見つけられ、トイレから助けてもらった。だからわかる、いじめられっ子の悲しみ。バカにされる子供の気持ちわかるんだ。大人になった偶然は乗り越え強くなった。偶然子供に寄り添う毎日。みんな人生、素敵な人生楽しむために生きている。みんな全部権利を持っている。楽しむ時間を持っている。楽しむ自由を持っている。 Yeah 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 Yeah。My name is no name。 そう、生まれ神奈川横須賀の外れ。ダチは少ねえ、マイクが一本とこの iPhone 一つでラップやってる。でもそんなことはもう関係ねえ。いや、ラップ通じた今日の出会い一期一会。まあ俺もいろいろあるぜこの人生。でもずっと夢見てるぜ、大器晩成。YMM の隣からぶつける。エミネムじゃなく俺はノンネーム。 MC 風にここにいるみんなにぶつけるぜ、ナナシのこの魂。 Yeah Yeah、 この場所、そして俺たちの音楽。今だけこの世界はノーボーダー。不確かなものばかりのこの世界で、確かに俺たちが生きた証さ。 Yeah Yeah。私は MC ピッピー the fighter。 プリズンサークル作ったよ。みんな聞くよ、なんで刑務所、なんでドキュメンタリー、なんで悪いやつら、ゲットのやつら。そんなの決まってんじゃん。だってやつらは私、私はやつら。焼き入れたのも焼き入れたのも、土下座させられたのも土下座させたのも、スルーされたのもスルーしたのも、沈黙させられたのも沈黙させたのも、だってやつらは私、私はやつら。ドキュメンタリーはリアル。だって私じゃない別の誰かがどっかにいる。それを見て聞いて感じるのがドキュメンタリー。諦めんな、どんなに寂しくても。諦めんな、どんなに見下されても。リアルな奴らが教えてくれる。囚われんな過去に、囚われんな苦しみに。苦しみ、苦しい過去は直面できりゃ勇気になる。勇気は別の奴らの希望になる。囚われから自由になれ。ピースピース、イエーイ、やばい。ちょっと間違えたよ、間違えた。いい、これも味、これも味、これも味。ちょっと私は MC マルリナ。マルリナの明日、それは映画。暴力にあっても負けない、やられたらやり返す。そこでいるカタルシス。でもこれは映画フィクション。じゃあ自分はどうする、どうやってサバイブする。強い女は羨ましいけど、私には毒を入れる料理を作るスキルがない。うちには首を切るナタはない。やり返すのも私の責任か。誰しもずっと加害者でも被害者でもない。じゃあ自分はどうする、自分はどうする。なんとか答えてる。でも本当に誰かの
ゃんと答えられてるの。時々不安になるけれど、明日も誰かの話を聞くだろう。言葉は不思議、言葉は大事、言葉は楽しい、言葉はつながり、話せば心も軽くなる。だから言葉を大事に、言葉を糧に、言葉を武器に、明日も誰かの話を聞くだろう。僕は MC 泣き虫。子供の自分、泣いてる自分。なんで泣いてるのか自分ではわからない。親にもわからない。絶対にわからない。思い通りにならない。絶対にわからない。被害者意識募る。思い通りにしたい。加害意識が染まる。思い出せない。記憶がない。分かってくれない。分かり合えない。信じられない。信じたくない。泣くことを忘れて必死に生きて、機械になって他人を殺して、自分が死んで全てが終わる。ボロボロの自分、何していいかわからない。手当たり次第、何もわからない。先が見えない。じゃん。ただただ歩く、そして気づく。期待には添えない。添いたくない。思い通りにならない。それは当たり前。思い通りにしたい。それはコントロール。大人の自分、泣いてる自分。母も泣いてる。全てを話したから。ギュッとされた。分かってくれた。初めて感じたこの感じ、なんだなんだなんだ、これなんだ。分からないけど分かってる。全てを。信じられないけど信じてる。全てを。私の名前はサードネイン。中高代の中高代のあだ名はチェケラッチョ。由来は幼稚ケラッチョのチェケ。意味わからんけどラップやる日が来ちゃったよ。イエーイ。外国人の自分には居場所がないとつぶやいたプリズナー。サークルの中心人物とは違うけど、映画の中で一番印象に残った人物やった。在日コリアンと親から告白された。その瞬間に世界が崩れ落ちた。崩れさせた社会は何なのか。外国人の自分には居場所がないと思ってた。小さい頃通名を使ってた在日中国人の私は、本名を隠すことで世界が崩れないように保ってた。ここまでさせる社会は何なのか。自分のルーツを自分のルートを否定されることが犯罪につながる。私の抑圧は他人に向かず自分に向いただけやった。たまたま犯罪しないだけやった。自分と向き合い、ルーツを受け入れ、通名をやめた2018年春、2年経つけど、私は本当に私らしく生きることができるのか。わからないが、自分に正直に生きることが
こんなに大変な世の中に中指立てる勇気を持ち続けたい。イエーイ。意地悪に一お手の離婚にピンチの痛み3忘れたようで忘れない痛み4たくさんの涙5たくさんの孤独6私を変えた人との出会い7人とのつながり8テネシー行ったシンパシー10海外の暮らし11世界は一つ12自分のルーツ13どこ森川山16自然との共生共存17笑顔の連鎖18伝えていきたい縄文の世界観イエーイイエーイそれで伝えていきたい縄文の世界観 MC トンガ今の気持ち超恥ずかしいでもやってみたい今はとても眠いだって12時間も寝たのにまだ眠いなぜなら昨日が卒業式だったからだ今回の卒業式はとても大変だったコロナのせいで卒業式がとても短縮になったとても悲しくなった作っていた時間がもったいないと思ったでも誰も悪くない誰も当たれないこの気持ちいつもの合唱とは違い一人一人の感情が伝わってきた卒業式ができてよかったイエーイ。必死に磨いてきた剣道一撃必殺次元流、剣道できる環境を求めて俺は刑務官になった実際見てきたリアルな現場俺が想像していた強制教育とは全然違った怒鳴って威圧して制圧するだけが更生に向かうのか俺はずっとその疑問を抱えて生きてきたそして今回プリズンサークルの映画俺はすごくドキッとした感動したこれまでの疑問っていうのがもしかしたら何かのヒントがあるのかなと思って今日ここに来たやっぱりそこには
答えがあった。人は話を聞いてもらいたい、目を見てもらいたい、名前で呼ばれたい。とてもシンプルなこと。そこを大切にすれば、中に入っている収容者の人たちもまた新たな目標、夢見つけて更生に向けてやっていけるんじゃないかという確信を俺は今日持った。だから俺も元刑務官としてまだまだ人間的には未熟者だけど、もっともっと成長してやっていく、そう今日決心した。イエーイ。だから MC 優勢ですね。イエーイ。はい、ありがとうございます。多分見てないと思うけど、はい、見てない。途中でノートを出したら探すなって言って、探すなって言って2人でもずっと会話見たから撮ってたらやばかったよ。パラダイス海岸って映画になりました。あ、ラスト行きましょう。最後やばかったよ、多分今日やばかったと思うよ。すごかったっすよ。 MC ネーム島田まどこと申します。悪夢ばかりを見ていた頃に悪魔払いに連れて行かれた。母にはつきもの扱いされた。牛肉食べると吐き気が増した。牛を殺して食べる種族に生まれたばかりに背負う宿命。牛とは呼ばないごまかしの言葉。牛と呼んだら失う牛のない。罪を感じずに食べれるようになることを幸福と呼び、友達を持つ幸福。ナルコレプシとは一生一生診断されて20年病気のせいにしてりゃ許される。眠気に勝つのは無理だから幸福。憎しみをくぐり抜け死ねれば幸福。みんなが犯す罪は逃され、一人で犯す罪は咎められる。悪夢を克服したのは光。子供騙しのお祓いじゃない。潮も恐れずどこでも居眠り。治りはしないが、体にいいかは知らないが、人間社会で存在するための薬。ナルコレプシとは一生一生、治ると言い寄るスピ系は用なし。痛くもないし苦しくもない、死にたくもないし生きていたくもない。そう、怖いものなし。子供騙し、島田まどこでした。じゃあそれでいきましょう。俺は MC 相模、遅れてきたヒーロー、ネゴヤ、イエーイイエーイ。